はい。2歳と5歳児男児の母です。たまに息子たちに甘えられるとイラッとします。変ですかとなんですが。それは変だろうね。最近、ちょうど今日 D ラボで放送した、愛着スタイルの無秩序型を見た方がいいかもしれないですね。子供に甘えられて恐怖とか怒りを感じるのって無秩序型の、愛着スタイルを持ってる人の特徴なんで、人間とのその距離の取り方をね、表す、心理テストみたいなのがあって、心理分析がつら愛着理論というふうに言うんですけど、愛着スタイル無秩序な可能性があるんで、ちょっとチェックしてみてもいいかもしれません。